ハロー、アッキーです。中野です。はい、どうも、はい、いや今結構悩んだんですよ。今ハローから入るかすげえ悩んだんですけど、ちょっと重いなと思って。僕にとってはじゃあちょっとやってもらっていいですか。ハローっすか。ハローで。ハロー、これでしたっけ。あ、こうです。あ、こうなんですか。ハロー、アッキーです。ハロー、中野です。はい、ありがとうございます。とんでもないです。アッキーさんは会うのは2回目ですもんね。そうですね、うん、なんだかんだで、あと今日はあの某スニーカー屋さんで撮影をしていただいて、そうですね、はい、一緒にこちらも見てください、はい、普段はなんかデザイナーズの洋服買ったりしてるんですけれども、はい、今日はちょっとスニーカーを、あのせっかくスニーカー女子ということで日本スニーカー代表なんで楽しかったですね。すごい楽しかったです、うん、いろいろ見れて嬉しかったです、うん。何でしょうか今日は、はい、今日はちょっとせっかくなので、はい、中目さんにいろいろ服とか、はい、YouTube のこととかをお聞きしたいと思うんですけど、いいですか。はい、もちろん何でも大丈夫ですよ、はい、すごい中目さんの YouTube とか、はい、インスタとか、はい、いろいろ活動されてるんですけど、はい、服を好きになったきっかけ、高校生の時に、テニスをやってて、すごい部活をやってたんですよ、はい、その時はそれでご飯食べたいと思ってやってたんですよね。でもなかなかそれがうまくいかなくて、うまくいかないってことを教えてくれたコーチの方がいて、まあ、でもその高校生18歳とかにそんなこと言われてもなんかまあ結構マジかって挫折するだけというかすごい落ち込むだけだったんですけど、まあ、そこからこう立ち直るために何かこうなんかすがるものが欲しいというか、なんかちょっと好きになれるものが欲しかった時にいろいろネットとかわーって探したり本とかわーって探して見つけたのがそのまあショーの映像とかだったんですよね。まあ、それが実はマルジェラだったりするんですけど、うん、まあ、それで結構そこからきっかけでのめり込んでったって感じです。うーん、ちょっと真面目な話なんですけど、あすごいそうですね、なんかこうモテたいとかおしゃれになりたいっていう入り口がではなくて、うん、本当に物から入ったって感じです。それで言うとそこからギャルソンとか幼児さんとかに入ってたのがきっかけなので、かなりちょっとねじ曲がった入り方ではあるかもしれないですね。うん、じゃあもう高校生ぐらいの時からそういうハイブランドというか、高3からですね、うん、高3からそのヤフオクとかで、その時はメルカリなかったので、ヤフオクであのめちゃめちゃ安かったんですよ。今は昔の高いんですけど、うん、昔は安くてそれを買ってます。お小遣いとか、あそうです、ね、あのバイトですね。あバイトして、そうそう、バイトしてそれで買ってたって感じです。へスタンダードな質問でよかったです。まあ、ちょっとずつあちょっとずつレベルが温めてますそれからまた YouTube を始めたきっかけっていうのは、あ YouTube 自体はその、まあ、高校出て大学出て、うん、まあ、いろいろ経て、うん、その古着屋さんで働くことになるんですけど、その古着屋さんの PR のために最初始めたんですよ。なんかその PR で始めるって言ってもお店の名前でやったりとか、うん、まあ、なんかお店の商品入ったからみんな買ってねっていうのも、まあ、あれかなと思って、うん、まあ、なんか普通にブランドの紹介とかを始めたのがきっかけです。あその時のお店はまだあるんですか。 あります全然あって、あのいっぱい店舗を出してて、あ全然ブランド古着ブローチってお店なんですけど、今はなんかちょこちょこ出てきてて、うん、なんか良さそうですね。ここから独立するタイミングっていうのなんかちょこちょこ話したりをしてたんですけど、うん、そこのオーナーと話したりしてて、でオーナーも手伝ってもらったりしてるんですよ、うん、そうですそうです。だから結構その関係性が続いてて、うん、なんかまあやってみたらみたいな感じでっていう感じですかね、うん、あぶっちゃけ稼げますかどうですか ね、 そうですね、稼げるか稼げないかの質問で言うと、いや本当やり方によるかなっていう感じで、うん、なんかそのある程度のやっぱり登録者数とか再生数というのは多分絶対的に必要だと思うんですけど、うん、なんかそのなんかのプロフェッショナルであるといいかなっていうのはやっぱり思いますね、うん、見てても思うかなっていう、やっぱりこう僕面白いよねだけだと出口がないというか、うん、どこに向かって歩けばいいのか分かんなくなっちゃうんですけど、うん、なんかこう僕一応そのこういうデザイナーズの洋服をこう広めている第一人者になりたいと思って、うん、あのまあ、それが別に YouTube じゃなくてもいいと思ってるんですけど、うん、まあ、今は YouTube が一番いいかなと思って僕は使わせてもらってるんですけど、うん、だから一緒ですよね。スニーカーで強いとかあったらすごいそれもそれで強みになると思うので、うんうん、アイドルとかもいろいろあったじゃないですか。何系アイドルとか、はいはいはい、なんかすごいいろんなアイドルがいたと思うんですけど、うん、あれと一緒な気がしますね、うん、もうただ私可愛いでしょだけだとちょっとかっこいいでしょだけだとちょっとやりにくいというか、あ強者がいすぎるというか人がいすぎるんでっていうのはちょっと感じますかね。そこを工夫すればなんか稼げる、全然稼げるとは思います、うんうん、まあ、どこまで稼ぎたいかによりますけど、うん、スニーカーのブランドは何が多いですか。一番で言うとやっぱナイキさんが多くて、でも最近やっぱバンズが多いですね。履くものだとバンズか、まあ、あとはもう普通にスニーカーブランドじゃないだからデザイナーズブランドのスニーカーみたいなものが多いんですけど、うん、それ以外だとバンズ、コンバース、ナイキが多いですかね。あ
はい、逆にいいですか。はい、逆にお願いします。スニーカーって何足ぐらい持ってるんですか、全部で。大体あ、この前企画で数えたら150ぐらいでした。へー、足2本ですよね。足そうですね、300もないですね。その中で履く靴って何足ぐらいなんですか。うん、あ、でもそうですね、なんか1回足通してやっぱ履かなくなるやつもあるので。1回は通すんですよ。1回通しちゃいますね。あのラッピングの動画僕見てる、あ、そうやるんだと思って。逆に何足持ってますか。そんな絶対ないですね。僕靴はそんななくて、あ、30、40ぐらいしますね、靴だけで。あ、でも普通の人よりよっかは絶対そうですね。でもなんか邪魔になっちゃうのがすごい嫌 で箱も置いときたくなっちゃうじゃないですか、あれって。はいはいはい、そうなると場所を死ぬほど取るからちょっと嫌だなと思って、うん、一応ちょっと今日もそうだったんですけど、ね、うん、ちょっと踏みとどまるようにしてます、靴は。やっぱり一旦持ち帰って、それでもしかったら買うぐらいの感じにしようかなっていう。服とかは何着とか。服はもう分かんないですね。でも2,000-3,000ぐらいじゃないかな。おえ、着数で言うと2,000-3,000ぐらいだと思いますね。2,300とかかどう。2,300ではないですね。家にあるのが2,300って感じですね。もっとあるか、全然ありますね。500ぐらいじゃないかな。それぐらいあって、うん、その別の場所に保管してるもので、うん、あと実家にあるものとか含めるとっていう感じです。実家から SOS がずっと来てるって感じです。持ってって邪魔だっつって。2,000-3,000着ってやっぱ自分が何持ってるかって把握してるものなんですか。してないですね。あ、してないんだ。ただ、はい、あ、ごめんなさい、してるものとしてないもん、いや持ってたっけな、持ってそうとかっていうのがなんかある感じで、間違いなくこれは本当にあるあるかもしれないですけど、はい、もうどこに何があるか分かんなくなってきてて、あ、僕の友達とかでようまくやってる人はなんかその本当に Excel とかで管理してる人がいて、あ、写真撮って、そうそう、ナンバーのナンバーみたいな感じでなんかあれ撮ってきてとかやってる人がいるらしいんですけど、僕はそこまでできてなくて、普通に T シャツ、シャツみたいなんでドドって入れてるから、もう封印に近いというか、割と全然お店ができるんで、それで。そうですよね。そうなんですよ、全部やめるときは全部もうわーって売ろうと思ってます。最後に一ついいですか。どうぞどうぞ。そのコレクションの中で一番高い一着っていくらぐらいですか。一番高いので、あの、もうアクセサリーになっちゃうんですけど、今日ちょっとつけてないんで申し訳ないんですけど、はい、あのエルメスのネックレスがあって、はいはい、それが、89万で買ったものが、うん、今だと300-400万ぐらいっていうのがあって、それが一番高いですかね。普段だとそれこそ80ぐらいの、あのレザーのライダースマーマーが、それが一番高いかもしれないです。50-80のレンジが高いのが多いって感じですね。なんか一発ドーンっていうよりはそれぐらいのが多いって感じ。ここに載ってますね。あ、そうそうそう、載ってますよ。すいません、それで載ってるので、全国の商品でお買い求めになりますので、はい、ぜひぜひ。かっこいいですね。はい、本当にハイブランドがすごい私分かんなくて。ああ、おっしゃってましたね。まあ、良さというかを一言で言うなら自己満ですかね。あなんか、うん、テンションを上げてくれるものなんで、自分の自己肯定感だったりとか、うん、まあ、ちょっと自信がない自分に自信をくれるものみたいな感じですかね。あ、素敵。ということで今日はちょっと中村さんという人に関して私が聞きたいことをいっぱい聞かせていただきました。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですかこれ。いや、もう、はい、楽しかったです。楽しかった。ありがとうございます。でもこっちでもね、あの動画上げたので、はい、あきちゃんもね、あの、はい、いっぱい見てますので、ぜひよかったらじゃあ見ていただきますと幸いです。西麻布。そうです、西麻布ですね。リュウさんにもぜひ来てください。はい、お願いします。はい。なんかインスタ見てもらえば営業日が書いてあるので、わかりました。貼っておきます。はい、今日は中村さんありがとうございました。何です、ありがとうございました。何かあったらよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。